こちらは菓子屋横丁。30軒程度のお菓子屋さんが立ち並ぶストリートで、長年愛されてきた昔懐かしい駄菓子を購入することができます。小さい頃お小遣いを握りしめて近所の駄菓子屋さんに通ったことを思い出しますね。私はクッピーラムネが大好きでよく買っていました。懐かしいです。僕はキャベツ太郎が好きだわ。あのソース味のサクッとしたスナック菓子ですよね。私もよく食べていましたよ。さて、お買い物はもちろん楽しみなんですが、今日はこれから手焼きせんべい体験のできる十人十色に向かいたいと思います。自分で焼いたことないにゃ。お店の方が丁寧に教えてくださるそうなので安心してくださいね。まずはお店の方に焼き方のコツを習っていきましょう。こちらの棒の先端におせんべいを挟み焼いていきます。はじめはレンガの下から3段目にある赤い線の高さにキープして焼くのがポイントです。4秒数えたらひっくり返して、また4秒でひっくり返してと続けていきます。そうしたらレンガ1段分高い場所で焼いていきます。わあ、ふにゃふにゃ膨らんできたわ。おせんべいを挟む向きを変えたりして全体が均等に熱がかかるよう動かしていきます。挟んでいた部分も焼けるように工夫しましょう。おせんべいの動きがなくなれば完成です。真っ黒焦げになっちゃうにゃ。均等に熱を加えるのってとっても難しいですね。さすが店員さんはお上手です。焼き上がったおせんべいを店員さんにチェックしてもらい、レベルが発表されます。上手な人ほど大きく焼き上げることができるんだそうですよ。サイズを測ってみると、残念、まだ新人レベルでした。これは悔しい。最後に店員さんの焼いた超人レベルのおせんべいを1枚入れていただき、包装したら完成です。ゲーム感覚で楽しめるので、お友達同士でワイワイ盛り上がれそうです。何度も挑戦して、いつか名人や超人レベルのおせんべいを焼き上げられるようになりたいです。わあ、たくさんのお菓子屋さんがありますね。どこから入ろうか悩んでしまいますが、皆さんお芋がお気に入りのようなので、お芋のお菓子で有名な菓匠右門に行ってみましょう。こちらが菓匠右門。看板商品で川越一有名な食べ歩きグルメとの呼び声も高い芋恋です。表面のつるっとした皮は一口食べるともちっと柔らかく美味しい。甘みたっぷりのさつまいもと粒あんがこれでもかと包まれています。お芋の存在感があり食べ応えある一品で、川越一有名というのにも納得です。こちらは食べ歩き用に船皿に乗せられたわらび餅です。プルプルもちもち食感に甘さ控えめなきな粉がさっぱりしていて美味しいですよね。そういえばわらび餅って何からできているかご存知ですか？山菜の一つわらびの根茎から取れるわらび粉を原材料に作られているんですよ。わらび粉にはでんぷんが豊富に含まれているので、あのもちもち感が生まれるんですね。続いてやってきたのは祭り区青果です。店内では飴の製造工程を見学することができます。わあ、あれが飴になるにゃ。そうなんです。
手作業で少しずつ引き伸ばしながら機械に入れていくと、わあ、面白い。均等にカットが入った紐状に飴が出てきました。こちらをバラバラに離してから乾かすと、私たちがいつも食べている飴になるんですよ。職人技だにゃ。こちらでは食べ歩きグルメとしていちご飴やマスカット飴が売られているんですよ。今日はいちごとマスカットが一緒に串に刺さった飴が売られていたので、そちらをオーダーしました。フルーツの周りの飴はしっかりとコーティングされていて、バリバリっといい音が鳴ります。さすが飴屋さんにゃ。専門店ならではの味わい深い飴と、いちごやマスカットの酸味のバランスが絶妙で、さっぱりと大変美味しくいただきました。食べ歩きをしながら気に入ったお店の商品をお土産にできるので、お友達やご家族にも美味しいものが届けられるのが嬉しいですね。みんなお土産喜んでくれるといいな。